おはようございます。今日はね、今泉入り古墳にやってきたんですけどね、どうでしょうかね、わかりましょうかね。何せ道が狭いんでね、途中で一度断念したんだけど、また歩いて調べて、今ここ約1分かな、ここから1分となってるんやけどね、歩いて。行けますかね。このナビがまあ、いつもね、このナビ悩まされるんやけどね、今日はどうでしょうかね。もう覚えてへんのかな、これ。おかしいね、このナビ。動きませんね、ナビが。さあ、どっちだろう。ナビ動かない。目的地に到着しました。目的地、お疲れ様でした。到着しました。なんで？全然何もわからないんやけど。あなた到着しました言うんやけど。どっちでしょう。目的地は到着しました。今泉古墳。さっぱりわかりませんな、これ。ね、勘で行ってみようか。これどうやろう。ちゃうな。竹があるような感じやからね。どうだろう。わからんな。こっち行ってみようか。ここなんかあるぞ、看板。関係ないか。これは違うな。これはどうも違いますね、これ。車入ってるね、これ。ここあれ、古墳か。あんなに見るとすごく古墳に見えるからな、あれな。温度7度ぐらいあるんだけどさ、風が冷たいね。これは古墳だらけみたいやけど、違うか。これなんだ、ここは。スマホのナビはいつも悩まされるんやけどね、今日もやっぱあかんか。あっ、こむね、これちゃうか。みんな古墳に見えるからな、これ。違うね、これ。いや、これ違うね。これ山道やわ。はい、あなたね、先刺したとこをね、遠ざかっておることになってるね。はい、遠ざかってるのかね。いやいや、どこだこれ。こうか、やっぱり。まだ先か。どうだ。どうなんですかね。これで合ってますかね。
このナビがね、何せええ加減やからね。合ってんのかね、これ。あ、先アゴがある。あの辺だろ。このナビはもう着きました、言うとるし。車のナビも着きました、言うたよね。さっきからずっと1分だけど。おお。これは古墳がずっとこれあんのかもしれない、これ。この辺。おお、なかなかええとこだ、雰囲気が。おお、イノシシ。今どこだ、これ。この付近を指してんだけどね、どうやろう。こっちかね、これから入っていいかね。やぶを、竹やぶを、そうそう、これね、竹やぶの中やったな。看板もないんかね。看板、ちゃうか。もうナビで、こんなに全然合ってるかわからへんしな。もう着いたようになっとるよ、さっきから。石室があるんやからね。これは分からんな、これ。竹やぶでございます。竹やぶでございます。さっきから次官僚官僚言うとるけど、どこでございますか。全然見当たらない、石室なんか。分からんな。これナビで刺したとこ来ても分からへんねやから大変でございますわ。ほら、瓦がいっぱい。なんか古墳みたいな感じがするんだけどな。分からへんな。これで見ると近くやけどね、この辺。どこだろう。いや、分からん分からん分からん。まあイメージ的にはね、この辺やけどね。このナビで言うと、ナビでついた言うとんねんけど、どこや、どこですの。これイノシシがいっぱい掘ってるね、これ。竹は竹の子、これ、イノシシがいっぱい掘ってます。まだ上か。竹林でございます。あのね、石室があるんやが、どっか、全くね、見当もつかへんねんけど。見当たらへん、ここまで来てもね。上にもあれへんもんな。それらしきもんが。何もない。これ、ああだね。もう近い言うとんだけど、もっと下の方か。見当たらへんもの下もな。これダメでございます。上にも何も見当たらへんだけどね。もっと上か。上行ってみようか。上に。見当たらんで。はいはい、着きましたって言うとな。この裏は骨当たりじゃないんかね。
見当たらんね。この裏あたりないかね。おお、ないか。いや、全く見当たらんわ。この辺は見当たらん。これね、これね、ものすごく近いんだけど、分からへん。どこよ。こうか。こう？この下？この下でっか。ナビさん、それらしいのもないよ。見当たらへんだけど、こう、こう、この真下までなってんやけどね。さっきからついたついた言ってはるし、どこだ、もっと下、もっと下、ちょっと離れてるね。いやいやいや、この辺下か、こっちか。もう着いた着いた、さっきから言うねんけど、見当たらん、見当たりません。この辺を刺すんやけどね、この辺は前もやけど、風が強いね。え、どっちよ。これしたらもうこの辺見えないとね、おかしいんだけどね、見えないんだけど、この下か、もうちょっと下降りてみるか。どうぞ。下降りたかで見当たらんね、何にも。行かれへんかね、これ。竹が邪魔して。ガチャガチャ、ない、ありません。どこなんだろうね。だって石室があるわけやから、山が上には土手が積んであるやろうしね。これ山やけど、ここも山やけど、遠くなっとるね。いや、近いんか、この辺やか。まあ、このナビはな、いつも悩まされるんや、このナビは。わからんな、これ。ゼロメーターゼロメーターわかりませんわ。残念でした。これだけ探し回ってはないんやから、この裏かね。滝はガタガタ音するし、このぐらいちょっと行ってもらってるか。
この村。ああ、ここにあった。これは大変だわ。ありました、ありました。探すこと、約10分ぐらいかかったんじゃんか、ここまで。はい。今、江戸に行くんでございます。おお、石残ってるね。おお、これは大変でございました。これだけ探し回って。中入りますんか。お、入れるな。おお、木がいっぱい生えて、根っこは。あら、上も空いてるかね。竹が根張ってますね。あら、綺麗に積んでるね。ちょっとやっぱ怖いな、これ、この積み方は。下も竹のね、皮がいっぱいで、竹のこの皮が。これで、こんなんでございます。竹がいっぱい入ってくるな、これ根が。いやー、ありました。大変でございましたけどね。はい、ありがとうございます。野面積みもですね。野面積みというか、あんまり格好してないね、石は。高さもね、2メーターぐらいあるのかね。これはね、探すの大変でございますわ。ナビとね、一致しないんだって。上に、ついたって言うねんけど。はい、これが今井戸見古墳でございます。墳丘が20メーターもないぐらいやね。高さが2メーターほど。小さい古墳ですけどね。いやー、探しました、今日は。いろんな古墳探すんやけど、これも大変でした。これ一番大変だったかもしれんな。ナビがついたついた言うからね。このナビはダメですわ。はい、今井戸見古墳でございました。これ2段になってんかな。この下も二段丘なんていうのかな、円丘やな、これ墳丘というよりも方墳というよりも円墳やね、これ。これも時間の問題やろね、このままやってたらね。これは保存しなかったら潰れるね、これ。はい、ありがとうございました。もうね、もう一瞬ね、もう買い替えたんだけどね、もう分からんからで。ちょうど裏から見るとね、ほんとわからないですわ。あの奥の方にね、刺すもんでね、こんなんですわ。もう竹がいっぱいで。ほんで、変える方法がもうわからへんしね、どんなんやろね、こっちかね。こっち歩いてみようか。山の上にずっと上がっていったんでね。これで張っとるかな。竹やぶとかなんだ。見てください、この竹先の重さを。これはね、本当に下はね、命が掘っとるしね。これ分からんのか、帰り道が。分かりませんわ、これ。おそらくイメージ的にはこっちやけどね。竹がバタバタ垂れとるから。これは来れないな、ここは。よいしょ。あの辺やろな、おそらくな。これはちょっと行かれへんな。どうする、これ上が上がるか。竹がバタバタ倒れとるんでね。あのナビでもちゃんと さしてくれるんやけど、ナビね、ナビが着きました着きました言ってるから。ついてないのにつきまして言ってるからね。こんな状況でございます。もう竹やぶ、竹の中で。上上がって、ほんで下右、行くだろうか。来た道が全然さっぱりわからん。この辺下ってみようか。お、滑る滑る。
構イノシシが掘って回ってます。これで合ってるかね、どっちやったかね、わからんな。これどっちから来たかもわからんねん。迷子になってます。迷子になんかこの辺から来たような感じもすんねんけどね。やだやだ、これこの辺右っていうか、ああこんな変わらなかったな。この辺通ってきたかもしれないな。ここであるから、ここで合ってるかね。これをね、左にまっすぐ行けば行けるんやな、おそらくな。いや、これはちょっとまっすぐ行かないの。バタバタ倒れてるもんね、竹が。これで合ってるやろ。こんな状況ですからね、竹がバタバタ倒れて。はい、どうぞ。これで合ってるかね。これはお勧めできません。この今泉古墳は石に耐えれるけどね、とにかく道がないんでダメですよ。これは分かりづらいですよ。これね、あ、立ち入り禁止って書いてあるんだよ。見えなかったな。はい。車でほぼ近くまで来れますけどね。入り口が狭いんで大変ですけどね。この辺おそらくこれ古墳の跡がね、ずっと残ってんだな、これ。ね、いろんな高まりが残ってるからね、あんなとこね。あんなとこ、こっちもね。どうなんだろうね。竹やぶでございました。ここから見るとどこや。竹やぶや、あそこの。竹やぶの中でずーっと見る、だいぶ見はなかったんだけどね。上の方もなかったんやけど、分からずに。ずーっと下降りて。ナビがええ加減やから、ほら、もう着きました言うて、0メーターで刺すんでね。誰か音楽弾いとるで、なんか吹いとるね。映画ね、ずっと響いとるからね。
食塩拭いてあるからね、こういうの切られるね。ちゃんと聞いたら下手くそでもないした。遠くから聞いたらね、わからんかったけど、まだ初心者でもないした。はい、ここで終わりますね。ありがとうございました。今は岩泉古墳でございました。ここは皆さん来ないでください。残念。もう大変探すのが。